皆さんこんにちは、ソウリュウです。今日はね、大筆の使い方でとっても大切な開いた筆の側面を使うというね、コツをお伝えしていきます。左払いを書くときに皆さん必ずなってしまうのが、こうやって筆押し付けますよね。この時って筆って、まあ、手で表現すると平らに開くんですよ、まあ、こういう状態になるということですね。でこのまま十字のまま向けたまま行きたいところなんですが、半紙には摩擦があるんで十二時一時方向に回転するわけですよ。こうやってで回転するとこうなりますよね。この時って筆って刷毛状平らに開くわけですよ。刷毛状平らに開いた筆の面で払おうとすると、当然払い先ってバサバサになるんですね。でもね、書道って開いた筆の面を開かせることを止めることはできないんですよ。必ず開くんです。そこで筆を開いてもいいんですが、左にひねることによって、今わざと開かせてます、左にひねることによって開いた筆の左側面を払い先に向けると、こうやって払い先まとまるんですね。手で表現すると開きます。筆開いても左にこうやって回転させることによって、開いた筆の左側面をこっちを向けることによって、開いてもね、綺麗に払い切ることができるんですよ。これね、すごい重要なんですね。こうやって左に開いてって、左にひねってって、開いた筆の左側面を使ってこっちするとほら綺麗に払えるでしょ。そうなんですよ、面で払うんじゃなくて側面で払うとね、美しくなるんですね。さあ続いて右払いも重要。右払いってやっぱりこっちに向いてしまうと、開いた筆の面で払ってしまうので当然バラバラになります。今度は筆が左回転してしまうから、開いた筆の面で払うことになってます。なので指や肘でひねることによって、開いた筆の、いきますよ、右側面を今12時向いてます、12時、1時、2時、3時、4時に回転してあげることによって、刷毛状平らに開いた筆の右側面をこっちに向けられるんで、ほら綺麗に跳ねれるでしょう。そうなんですよ、開かせてもいいんだけど、開いた側面を使うイメージで書くとね、こんなにも右払いも美しくなるんですね。さあ皆さんいかがだったでしょうか。今日は短めですけれどもね、短い方が分かりやすいかなと思って、左に開く、ね、こういう風に細くても小さい線も、ね、一緒なんですよ。こうやって右に回転する、回転して側面を使う、そうするとね、払い先ってすごいまとまるんですよね。ぜひ皆さんお手元の大筆でね、お試しください。さあ皆さんね、ぜひまだチャンネル登録がお済みでない方は、この右腹に免じてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上です、ありがとうございました。